日本代表選手列ユニフォームの売れ行きがこちら。ニト人気ヤバすぎだろ。子供サイズもダントツでニトが人気じゃん。ニト人気ヤバい。ガキ、嘘だろ。サイズが全部揃ってるのが人気選手なんだ。左側の身長サイズがキツイニだよな。キツイニは作ってる選手と作ってない選手がいる。キツイニ作ってるってことはタキもキッズ人気を見越してるんだ。前年齢層の人気を見越して全サイズ準備してたタキユニフォーム。タケは10番待ちだから少ないのもわかる。板倉も地味に売れてる。タキニスタ買ってやれよ。タケは作りすぎたんだろうな。糸の女性人気がわかるな。タキは他の選手の10倍作ってるからな。だよな、さすがに10番の不人気なわけないわ。ハマ率もしっかり売れ残ってる。ニトに並ぶ人気の選手がもう一人くらい欲しいな。イタ人気なんだ。イタクラは絶対人気あるわ。活躍してるし、もっとシャツ造反しとけばいいのに。タケの欲しいけど10に変わる可能性あるんでまだ買わん。タキが出るならタキのユニフォーム買ってやるから大丈夫だ。ニトはもう代表の中じゃレベチでダントツ人気だな。キッズから大人まで幅広い。これ見途中にしたらまたシャツ売れまくってウハウハじゃん。